スコットランド博物館は、スコットランド・エディンバラにある博物館の建物。主に、スコットランドの歴史、民族、文化に関連する展示を行っている。スコットランド国立博物館の部分になっている。入館料無料。1998年、エディンバラの中心部、チェンバーツ・ストリートとジョージ四世橋の交差点に建設され、当時の王立博物館に隣接した。 1985年にスコットランド国立考古学博物館が合併された時にスコットランドの歴史や民族関連の収蔵物が数多く異常された。2006年スコットランド国立博物館に改称された。なお博物館の建物自体は隣の19世紀の建物とは違った独特の外観をしている。この建物の建築にあたっては 博物館側がチャールズ皇太子に十分相談することなく、計画を進めたために皇太子が趣旨を取りやめるといったトラブルがあった。なお当初は王立博物館の拡張工事として着工する予定であったが、結果的には独立した一つの博物館とすることとなった。外観は幾何学的なスイス人建築家ルコルビュージェ風の建築物とする予定であったが、一方で、 スコットランド文化、例えば、円筒、錠剤、建築物などの衣装を多く取り入れることとなった。マレーから取り寄せた黄金色の砂岩を外装に利用したことから建築家ゴードン・ベンソンは最古の展示だと語った。1999年、スターリング賞にノミネートされている。ありがとうございます。